お世話になります一人でございます。以前ポケットモンスターサンムーンの体験版で色違いが出現するかの企画をやりましたが、その体験版ではスカルダンやジャランゴと戦ったり絆変化したりとかなりしっかりしたストーリーがありました。ただあくまで体験版ですから相手とのレベル差がかなりあり、まずこちら側が全滅することはありません。ではわざと全滅してしまったらどうなるのでしょうか。何か特別な演出が起こるのでしょうか。それともポケモンセンターに送還されるのでしょうか。気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はサンムーンの体験版で全滅したらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあこちらね、ポケットモンスターサンムーンの特別体験版ですね。これやっていきたいなと思います。これすでにねもうやっててクリアしてます。クリアまでの内容についてはね、その以前の色違い企画の時にやってますんで、詳細知りたい方はそちらをご覧いただければと思います。でこちらはもうすでにこんな感じでもうレポートをね書き込んでいる状態で、なんかねこんな感じで普通に始まるわけですよ。でもうねイベントとかもないんで、あとは普通に戦って負けるだけですね。なのでもう早速ねすぐやられていきたいなと思います。ちなみに手持ちはどうなってるかというと、月光がだけですね。なんかピカチュウもらったりもしたんですけど、なんかピカチュウいなくなってますね。ちょっとそれよくわかんないけど、ただ負けていくだけですので、どっか行きましょう。ここに入ってみましょうか。ここにあるかな、草むら。あ、ありましたね。初めての草むらですわ、ここは。はい、ここで戦っていきますよ。つってもただこっちが負けるだけなんだけど、一方的に負けるだけなんだけども、はい、つつけらさんどうも。色違い企画で何回も見まくりまして、もう飽きてるんですが、それはあんまり言わないで普通にやられていきましょう。ただどうだろうこれ。あー、でも良くないかな。影分身やり続けてそれしかない方法。あ、マジか、それだるいな。影分身しかないから、これで相手攻撃してもらって倒されるしかないか。他にないもんね方法。あ、超音波はラッキーじゃね、これやられるにしては。はいはいはい、いいよ。これちょっと時間かかるかもな。自分攻撃しろ。オッケー、ナイス。これはありがたい。あ、結構食らったね。あ、乱れ好き、ナイス。全然食らわね。やっぱこっちさ、レベル37で、相手が何レベだ？相手が20レベルですからね。なかなか、ちょっと倒されるのきついかもしれないですね。すげえ時間かかりそう。まあ頑張りましょう。ついばむ、ナイス。オッケー。おか、あと1だ！ちょっと待って。あと1で、影分身の PP 残りに。頼む。混乱解けちゃった、やばい。やばいぞ。超音波。オッケーオッケーオッケー。やばい、影分身ないもん。あ、ちょっと待って、これ攻撃するしかないか。そっか。うわー、やべえ。ちょっと待って、これ。自分の体力1で攻撃しなきゃいけない残り。どれだろう、一番食らわないやつ。うわー、時間稼ぐアイテムもない。ツバメ返し絶対当たる。あ、そっか、そう。これ当てる、頼む。自分攻撃してくれ。オッケー、よかった、ギリギリ。危ねえ。なんとか倒。これ相手に攻撃してたら普通に勝っちゃってた。オッケー、これ負けていく。どうなる、どうなる、どうなる。ここが一番気になるとこだよ。3の手元には戦えるポケモンがいない。これピカブリと一緒だね。どうなんだろう。はい、3は慌てて296円失った。目の前が真っ暗になった。はい、どうなる、どうなる。疲れて動けなくなった瀕死のポケモンたちをかばいながら、3は急いでポケモンセンターに戻るのであった。普通と一緒かい。普通の、まずはポケモンを回復させましょう。マジかよ、つまんねえじゃん。めちゃくちゃあのピカブリの時クソ面白かったのに。体力 HP がなくなってきたらこまめにここに来てくださいね。それでは頑張ってください。うわ、マジか、シンプルだな。これ動画にすんのきついな。いや、この映えなさっぷりはちょっとやばいっしょ。普通だな、あんな頑張ってやられたのに。別に特に何の問題もないでしょ。いや、このサンムーン特別体験版いかついな。色違いの時もある意味特別だったし、今回のケースもピカブイのこと考えたらある意味で特別体験版ですからね。いや、特別の意味いかつ。ということで検証結果、サンムーンの体験版で全滅したら慌てて296円失うだけでした。いや、特別体験版なのに結果が普通って、特別なことはめっちゃ普通ってこと、もしかしてそういう哲学的なやつなの。オイドンはスペシャルなもんが未体験、挽回しろよゲームフリーク。ダイパリメイクでね。